皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲いってみたいと思います。昨日はビリーさんのねオープンマイク、人気のオープンマイクでやっぱり次々お客さんが来ましてですね、まあ今回僕がPA 音響の方をやったんですけどね、だんだんこう慣れてきて、そのビリーさんっていう方が主催者なんですけども、そのビリーさんがこう PA をいじるようになってきたりとか、どんどん進化していってます。今後も楽しみだなと思います。はい、それでは、今朝の一曲なんですけども、今朝はですね、金曜日ということで、それは昔金曜日の妻たちへっていうドラマがあったなっていう、幼心に見てた記憶があってちょっと思い出したので、それを歌ってみよう。うるさいよ。うちのヌーノがですね今風船で遊んでます。はい、それでは行ってみます。小林明子さんの、恋に落ちてフォーリンラブ、ちょっと途中から英語とか入ってちょっとあれなので、ワンコーラスだけにさせてもらいます。それでは行ってみます。もしも願いが叶うなら吐息を白いバラに変えて、会えない日には部屋中に飾りましょう。あなたを思いながら Darling I want you、 会いたくてときめく恋に駆け出しそうなの。迷子のように立ちすくむ私をすぐに届けたくて、ダイヤル回して手を止めた。I'm just a woman, oh, only love. はい、ありがとうございます。意外と歌ってみると難しい曲ですね。はい、この後のね英語も本当は歌いたいんですけどね、If my wishes can be true, will you change my side? ここまでしか分かんないので。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメントを読んでいきたいなと思います。あさあささん、こんにちは。ミシャさんの歌はほとんど知りませんが、いい歌詞曲ですね。激しいメロディーよりもこういうしっとり聴けるのが好きです。僕もそうですね。今日もありがとうございました。こちらこそいつもありがとうございます。ミスコさん、いつもありがとうございます。おはようございます。またまた、ミーシャの素敵な曲聴けてラッキーです。ありがとうございます。この歌メロディーがなんてキュンとくるんでしょう。そうですね、タニーさん、本当言うまでもなく、私たちは胸の奥まで、心に響きます。そうですかね。今日も ワンちゃんの、声聞き思わずまた。でも猫ちゃんは見れずと、昨日登場してましたが、猫ちゃん結構毛並み綺麗なのと、優雅な感じ受けと。優雅な感じですね。特にもう本当に優雅ですよ、彼女は。はい、タニーさんの、毎日素敵なボイス見にしてる影響あるんだな。それはどうか分かんないですけどね。今日もハッピーな一日でありますように。はい、ありがとうございますね。今日はもう朝からちょっと風船作って遊ばしてあげたら、もうワンコがね、ヌーノがもう風船でもう走り回ってるんですけど、やっとちょっと落ち着いたかなって感じです。はい、ありがとうございます。ミキさん、いつもありがとうございます。ミシャさんは東京オリンピック開催で日本国歌を歌われました。そうですね、
昨日のタニさんが歌われた It's Just Love も、タニさんのかすれ声や歌詞を伝える大切さは感動ものでした。ありがとうございます。そして今日のタニさんの、歌の表現はまた一味違った切なく可愛い女の心を表現されました。すごい、ミキ遅くにすみません。いえいえ、ありがとうございますね。伝わって嬉しいですね、その違いが。はい、ありがとうございます。アスカめぐみさん、いつもありがとうございます。わあ、今日も素敵なミーシャ、ありがとうございました。タニーさんは女の子も分かんないですよ。分かんないですよ女の子になりたかったっていうだけで、あの女の子の心は分かんないと思いますよ。私の周りの男男子はどれもこれも女の心が、まあ僕もその中に入ってると思いますよ。ミーシャを聞かせましょう。私は逆に男に生まれたかったです。ありがとうございます。谷さんのおかげで今日もハピハピに過ごせてます。ありがとうございます。今日は花見ですね。うちの方、富士の花が有名で、満開です。あ、そうなんですね。あ、富士の花の、ま、花見っていうことですね。いいですね。富士棚のあのところですね。富士の花、うちの近所も今咲いてますけどもね。あのなんかなんていうんですかね、こう不思議な花ですよね、藤の花って。不思議な感じが、鬼滅の刃に出てくるだけあるかなっていう感じしますけどね。はい、ありがとうございます。中田翔子さん、いつもありがとうございます。谷さん、おはようございます。5月2日誕生日楽しみにしてます。外出しますけど谷さんの聞けたら聞きます。ごめんなさい。あ、そうなんですねリアルタイムではないんですね。外出 しちゃうんですね。あのちゃんとね、あのショコさんのお祝いの歌は歌えますので、はい、後ででもいいので見てみてください。はい、ありがとうございます。シノさん、いつもありがとうございます。おはようございます。可愛い歌詞、昨日改めてミーシャ聞いてみてこの歌も聞きました。あ、なんかこういうのちょっと、照れちゃって、こんな風に素直な可愛い感じになれたらよかったんだけど、ギュッとしてっていうより抱きしめてくれってなっちゃうね、篠さんっぽいですね。私は男に生まれたかった、爆笑。そしたら彼女になってくれますね。どうでしょうね、出会うタイミングがあったら、僕が女の子で生まれてね、あの抱きしめてくれって言ったらね、まあ、あの彼女になってるかもわかんないですよ。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、あのジプシーグルーヴっていう、もう本当あのジプシーキングスを彷彿させる、もう演奏も歌ももう最高のピカイチの、ユニットがですね、ライブをしてくれます。入場無料なので、投げ先生なんですけども入場無料なので、ぜひお近くの方は来てほしいなと思います。あのボーラーレとか、もうほんと本人かっていうような、そんな感じなんですけどね。であとあの会場をねすごい楽しませてくれる、そんなユニットなんで楽しみです。はい、まあそんなこんなで、これからまた買い出しに行かないといけないので、行ってきますけども、今日から週末、金曜日、金曜日の妻たちへ今日はね、あの歌を送りましたので、花の金曜日楽しんでいきましょう。それではまた明日。